チンパンジーのお腹をよく見てみると小さな赤ちゃんがしがみついています。今月17日に推定体重 1500g で生まれたばかりのチンパンジーのオスの赤ちゃんです。野生の生息数が減少しているチンパンジーは絶滅危惧種に指定されています。今回野市動物公園で9年ぶり3回目の繁殖に成功しました。父親のロビンは26歳、母親のサンゴは今回で出産5回目というベテランママで、推定年齢は46歳、なんと国内最高齢出産です。野市動物公園によると飼育されているチンパンジーの平均寿命は40年から50年で、40歳を過ぎてからの出産は非常に珍しいということです。以前は双子を産んだんですけど、年齢的に体力もあったと思うんですけどね、やはりその時に比べると少しですね、疲れたりとか、そういうのもなんか見えたのかなっていうのを感じてます、だんだんこの食べる量も増えてきて、今は非常に穏やかに過ごしてます。赤ちゃんは現在母親のサンゴと一緒に屋内展示場などで過ごしていて、今週土曜日に一般公開される予定です。